皆さん、こんにちは。昔場に気抜きせぬ物言いで多くの方から高い評価を集められ、すごく影響力のある政治家として、多くの方が注目をされていた田中真紀子さん。政界追放された意外すぎる現在と職業や副業に一同驚愕。今日は田中真紀子さんのことについて紹介します。まずは、田中真紀子さんの経歴とプロフィールから紹介します。田中真紀子は、日本の政治家、実業家、越後交通代表取締役会長、文部科学大臣、外務大臣、科学技術庁長官、衆議院議員、衆議院外務委員長、文部科学委員長などを歴任した、日本で初めて女性で外務大臣を務めた、父は第 64.65 代内閣総理大臣の田中角栄、夫は防衛大臣などを務めた田中直樹、真紀子の人の好き嫌いは、父の角栄の存在の影響が非常に大きく、父を裏切った竹下登の旧形成会に連なる人間を憎んでいるとされる、無所属時代に統一会派を組み、在籍していた民主党の議員に対してすら攻撃することがある。父との関係が比較的悪くなかった小沢一郎には好意的で、小沢が民主党代表だった時は、小沢氏を首相にする、と支援姿勢を鮮明にしていた。2010年9月の民主党代表選挙でも、小沢への支持を公言し、積極的に支援している。しかし2012年7月、小沢が民主党を離党して、新党、国民の生活が第一を結成した際には、党首への就任含みで参加するよう誘われたものの、真紀子は民主党にとどまった。また、父、角栄が大蔵大臣時代からの秘書だった、早坂茂蔵や田中角栄の金庫番、と言われた佐藤祥子とも折り合いが悪く、角栄が脳梗塞で入院した際、東京帝心病院に入院させましょう、と発言した早坂に対して、真紀子は、病院の看護婦や医師は、創価学会員や共産党員が多いから、病状が公明党や日本共産党へ漏れる可能性もある、と違う病院へ入院させるよう要請し、受け入れられず東京帝心病院への入院を許した真紀子は、数日後に早坂と佐藤を田中事務所から解雇した。田中の発言は他の政治家に比べ、単なる悪口や人格への中傷が際立って多く、批判が多い。作家の園綾子は、田中をマスコミにもてはやされる才能を持ち、夫に対しても献身的なようだが、政治家には向いていない、と評した田中真紀子さんについて取り上げていきます。田中真紀子さんは、昔場に気抜きせぬ物言いで多くの方から高い評価を集められ、すごく影響力のある政治家として、多くの方が注目をされていましたね。田中真紀子さんは最近あまり見かけなくなりましたが、田中真紀子さんの現在についても多くの方が注目をされているので、この記事で取り上げていきたいと思います。田中真紀子さんは、2022年に勲章、朝日大綬章を授与されました。朝日大綬章とは、日本の勲章の一つ、内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、または最高裁判所長官の職につき、顕著な功績を挙げた者については授与する勲章。田中真紀子さんの現在の活動はこちら、NPO 法人を設立、越後交通の相談役、講演会、レストランのオーナー。田中真紀子さんは現在、ウクライナへの支援活動を行っています。2022年9月に、未来ウクライナ・アフガニスタン等難民支援基金を立ち上げました。田中真紀子さんは2022年6月から、越後交通の相談役をされています。田中真紀子会長は代表権のある相談役となった。越後交通は、中越エリアの定期乗り合いバス事業や、観光バスによる国内旅行、および海外旅行事業をしています。越後交通オリジナルツアーのゴールデンツアーは人気で多くの方が利用しているとか、田中真紀子さんは講演会もされています。2022年7月に開催された講演会では、講師を務めました。講演会当日は、田中真紀子さんが講師を務めるということもあり、350人の定員が満席になる盛況ぶりだったとか、講演会当日は350人の定員が満席になり、
政治家を引退したとはいえ、田中真紀子氏の人気は衰えを知らず、講演内容もいつもながらの真紀子説が炸裂。田中真紀子さんは、レストラン、FRESQUE、ラフレスクのオーナーをされています。1988年にフランス料理ラフレスクとしてオープン。現在は、イタリア料理店として継続されています。美味しいと評判で、目白マダムや学習院の学生や卒業生に愛されているとのこと。田中真紀子さんは2023年4月現在もう79歳の年齢ですので、体調だけには気をつけていただきたいですね。田中真紀子さんの近年の発言といえば、2018年3月28日が最新だと言われています。田中真紀子さんは森友問題の国有地売却についてで、佐川氏の証人喚問に関してテレビ番組ビビットに意見を求められてご出演をされました。この時は田中真紀子さんらしいズバズバとしたものの、言い方で多くの方に真紀子説が健在であることを明らかにされました。田中真紀子さんは言えばやはり、批判を恐れずに政治問題に関して、ズバズバと歯に気抜きせぬ物言いでコメントをされることで、多くの方から人気を集めたような方ですので、田中真紀子さんが年齢を重ねて丸くなってしまうと、田中真紀子さんらしくないと多くの方は思うかもしれません。田中真紀子さんは佐川氏の証人喚問に関して、点数なんてつけられない。中身もなくみんな安倍さんに、触れないよう幕引きをする人選で全て欲しいんです。とコメントをされており、田中真紀子さんらしい発言に多くの方は納得をされていました。田中真紀子さんが現在どのような状態なのかはよくわかりませんが、田中真紀子さんといえば常に元気満点で、パワフルなイメージがあるので、現在もその元気を失っておらず、充実した毎日を送っていらっしゃれば良いなと思います。次に田中真紀子さんの旦那さんについて取り上げていきたいと思います。田中真紀子さんの旦那さんについてですが、政治家の田中直樹さんですね。田中真紀子さんといえばすごく毒舌で強気のイメージを持っている方が多いと思いますが、田中直樹さんといえば、田中真紀子さんとは侵略のイメージの優しくて少し弱気の男性というイメージを持たれている方が多いと思います。夫婦関係はお互い性格が逆の人を引き寄せて足りない部分を補い合うから良い夫婦関係が維持できるという意見もありますが、田中真紀子さんと田中直樹さんも典型的なそのようなパターンかもしれませんね。ちなみに田中直樹さんは2016年7月の衆議院選挙に立候補をされたのですが、田中真紀子さんのサポートも虚しく落選をされました。その上に参院選中に無届けの文書配布をしたことが発覚もして、2016年の落選から5年間公民権停止処分も受けることになりました。2021年まで選挙にも出馬できない立場になられたので、年齢的にも政界の復帰はかなり難しいと思います。最後に田中真紀子さんの子供についてですが、田中真紀子さんにはお子さんが3人いらっしゃいます。田中真紀子さんのお子さんは3人で、息子さんを1人に娘さん2人です。ご両親が政治家の方ですので、その遺伝子を受け継ぐ3名のお子さんにも政治家にチャレンジをされることを期待されている方もいるのですが、息子さんは政治家になるつもりがないことをご両親に伝えているようです。2人の娘さんが政治の世界に対して挑戦をどうされるのかについてはよくわかりませんが、具体的な挑戦の情報は未だに聞かないので、おそらく田中真紀子さんと田中直樹さんのお子さんが政治の世界にチャレンジをされることはないと思います。ただ田中真紀子さんは稀に見るほどの強いインパクトを持った女性ですので、田中真紀子さんの子供が政治家になれば、どのような政治家になって日本の政治に影響を与えるのかについては多くの方が注目をされているようです。個人的にも田中真紀子さんのお子さんの中で一人くらいは政治家になって日本を変えることにチャレンジをしていただきたいなと思います。次に田中真紀子さんの息子さんのプロフィールについても多くの方が注目をされているので取り上げていきたいと思います。田中真紀子さんの息子さんは、
田中雄一郎さんという方で、慶応義塾大学の経済学部を卒業をされた方ですので、すごく真面目で優秀な方であることが想像できますね。田中雄一郎さんがどのような職業をされているのかについても、多くの方が注目をされているので調べてみたのですが、会計士をされているようです。田中雄一郎さんは税理士法人ビジネスビジョン会計事務所を設立され、CEO となられました。すごく優秀な方なのはよくわかりますし、政治家になられてもきっと優秀な方なのではないかと個人的にも思います。田中真紀子さんの次女に関する情報は特になかったのですが、田中真紀子さんの長女は真菜子さんという方のようです。真菜子さんは真紀子さんの反対を押し切ってロサンゼルスへお嫁に行かれたのですが、現在は帰国をされて日本に住まれているという情報もあります。真菜子さんに関する情報で詳しい情報は一般の方ですので分かりませんが、真菜子さんもすごく優秀な方であることは間違いないと思います。田中真紀子さんの現在の状況については個人的にもすごく気になるのですが、田中真紀子さんはすでに政界を引退されている身ですので、今後も田中真紀子さんの現在の状況について公になることはないと思います。田中真紀子さんはすごくファンの多い政治家でしたし、1年でも長く元気でいていただきたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。